さ、うん、まあ今日もちょっとみんなに話回してあげないと話さない人出てくるからさ、うん、絶対話したいのに話したくないだろ、あの回ってこない話す人が出てきちゃうじゃん、うん、一応こうやって回してこう聞いてたんでね、うん、そしたらでも一人やっぱり障害のことが気になるんで、うんうん、やっぱその程度の度合いとか、うん、どの程度の障害なのかみたいな、うん、その身体的な障害なのかみたいな話をしてて、うん、やっぱり発達障害の子の割合は、うん、やっぱりそれなりにあるんだって、うんうん、でそれがまあ正直な話、うん、発達障害だから、うん、虐待を受けたのか、うん、それとも親の愛情を受けられなかったから、うん、発達障害になってしまったのか、うん、っていうと、まあ、正直どっちかは分かりません、はいはい、うん、ただやっぱりその割合は、うん、なんか多いようには感じるとは言ってた、うん、支援センターがあるんだって、はい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 、養護支援、うん、発達障害の子、うん、発達障害っていうのはその何かと比べた時に発達がちょっと遅いっていう、うんうんだけだから、うん、そこの部分を伸ばしたい、例えば話すのが他の子よりもどうもなんか成長してないとかさ、うんうん、遅いとかね、遅いとか、うん、そういうので支援を受けたら受けなかったことの開き、その後の成長がもう圧倒的に違うんだって、うんうんそういうのも全然悩まずに相談してもらえれば、うんまあ、適切なその支援を受ければ成長の度合いは違う、うん、そういうのも言ってたし、わかんないよ、俺も詳しくないから、うん、でもなんかこう個性の一部でさある程度話ができる話なのかさ、うん、そのな個性というかその得意不得意、うんうん、それとも本当になんかこう社会生活をする上ですごくハンデになるというかさ、うん成人した後も苦しんでしまうようなものなのか、うん、まあそのあたりもねやっぱりちょっと自分には知識がなさすぎて、うん、でもなんかみんなもやっぱりそういうのは知識がないから、うん、まあいろいろ今回の研修を通して知った、うんうん、部分も大きいですとは思ってたけど、なるほどね。ダイナチャンネル、なんかさ、うん、その私がトランスジェンダーで、うん公にしてるじゃん、トランスジェンダーってことさ。そうだね、うん、でそのことで、さとこがもし差別を受けたらって考えたら不安なんですっていう話をしてみたの、うんうん、その今日のディスカッションの場にはさ、うんうん、もともと理想で働いていた人、うん、2人ともそうで支援員の人もそうだったから、その支援が必要な子供たち自体がマイノリティで、あるがままを受け入れられずに育った子たちだから、うん、むしろうん、高橋さんが自分の生き様、うん、あるがままをこう、うん、その表現しているっていう、うん、生き様っていうものを見せてあげた方が、うん、そういう子たち の勇気にもなるからって、うんうん、それ聞いた時さ、うん、あ、そっかと思って、うんうん、なんかそれが本当にその子たちの勇気につながるんだったらさ、うん、うん、なんか私が今こう私たちがさ、うん、発信していたり公にしていることでさ無駄にならないんだなって。そうだね、うん、でもそれはすごくね悩みが解消された今回。ああそうだね、うん、そのことに関してはね、うん、確かにかな。よかったねそれがね、うん、言ったの、もう自分がこうだから、うん、自己紹介が一番緊張するんですうんうん、もう普通にこう喋れないんだよ、うん、もうなんかあーってなっちゃっててさ、うん、多分どっかでさ、うん、トランスジェンダーのことをよく思っていないっていう人も一定数いるからさ、うんうん、それですごい緊張してるんだけど毎回、うんうん、支援員の人の中にもマイノリティとかがいて、そういったことを子供たちの前で伝えてるっていう人もいるから、うんうん、むしろそういうなんていうの、隠したりせずに、うんうん、自分があるがままの自分を受け入れて生きているっていう姿を見せることが、うん、子供たちにとって大切ですって、うんうん、確かになと思って。そうだね、すごい勇気づけられるね、う
号泣までしなかったけど、うん、もうなんか涙が止まらずにさ、うんうん、顔腫れてないだから目が、うん、かわいい顔が腫れてませんケイツマンって一緒だよえダイナチャンネル里親になる人って子供が欲しいから、うんうんうん、主語が自分で自分たちが、うんうん、子供が欲しい、子育てをしてみたい、うん、っていうところが入ってきて、うん、実際その里子が来た後の、その問題行動が多かったり、うん、その心を病んでしまうこともある、うん、里親がね、うん、っていうところを研修では伝えていないから、うん、実際里子が来てすごい大変だっていうことを初めて気づいて、うん、心を壊しちゃったりとか、うんうん、里子をもう返さざるを得なくなってしまうっていう状況があって、うん、実際その里親の登録する前に、うん、そのすごい大変なんだ、そのいいところばかりじゃないんだっていうところを研修でもちゃんと事前に伝えておく必要があるっていう声があったから、研修の中にどんだけ大変なのか、どんな問題行動があるのかっていうのを包み隠さず入れてたよね。あ、そうそう、それを1年前から、うん、入れたっていう話をしてたじゃない、うんうん、でやっぱりそれはあそういうのも含めてすごいこの研修って意味あるなと思ったんだよね、うんうん、そうね、うん、予想外だったってことがものすごい多いじゃない。そうね、うん、その現実にさらされてるから、うん、でも多分ここが一つの大事なポイントでさ、うん、これによって里親を辞めますっていう選択もね、うん、全然ありますと。そうね、うんうん、でもやっぱり現実を直視して本当にやるのかやらないのかって考えることの方が大事、うんうん、そうしないと後で引き取ったはいいけどさ育てられなくて、うん、諦めますみたいなさ、うん、ことになってしまいかねない。そうね、ダイナチャンネル。虐待されて児童養護施設に、うん、保護されている子供は、うん、公の数字ではだいたい6割ぐらいと言われてるけど、うん、その施設の人とかの話だと、うん、やっぱり肌感的には、うん、まあ、9割ぐらい、うん、でっていう話を初めて知ったから、うんうんうん、そんなにいるんだっていうのを知らなかったから、うん、だから心に傷を負って問題行動を起こしちゃうとか、うん、試し行動をどこまでやっても愛情を、うん、が変わらないっていうことを確かめるための行動を起こしちゃうっていうのを知らなかったから、うん、それでもしうちはダメだわって思ったら、うん、もう無理せずに、うんうん、引き返してくださいと、うんうん、里親にならないっていう道をね、うん、選んでくださいって言ってた。そっか、うん、そこは厳しいけど、厳しいこと言うようですけどって。そうだね、でもその方がいいよね、うん、ね、そう、そこで頑張る必要ないもんね。そう、うん、そうなの、うん、それはなんか里子も幸せにならないし里親も幸せになれない、うんうん、やっぱり里親も里子もみんな幸せになる権利を持ってるから、うん、って言ってた。ダイナチャンネル。障害の話と試し行動の話とかは結構印象的というか、うんうん、心構えとかもしなきゃなと思うけどさ、うん、あとやっぱり本当に里親をするかどうかのラインを決める上ではそこがすごく大事だからさ、そうね、うん、そうね、でそれがそうなることは受け入れられないのにさ、うん、里親になれないじゃん。そうね、だからもうあとはさ、うん、実際その施設に行ってみてさ、うん、実習を受けてさ、うん、様子を見たりさ、また気持ちも変わると思うから、うんうん、それはちょっと、うん、実習受けてみたかね。そうだね、まあでも結構多かったよ、うちらのテーブルも。まずやっぱり考えててもしょうがないから実習受けて、うん、研修に参加してって、うん、思って参加してますっていう、うん、まあ、なのでとりあえず、うん、実習を受けて、うんうん、まあいろいろと決めてきましょう、二人で。そうだね、うん、まあでも二人でちゃんと決めることが大事な気がするね。